その左手後ろ飛行機が近づいてきましたが、取れますかね。運転さんがゆっくり行ってくださってますが、ちょっと後ろの方はシャッターチャンスです。ビューバスは出発いたします。改めまして、本日は福岡オープントップバスにご乗車いただき誠にありがとうございます。本日はとても天気が良く、オープントップバス日和となりました。目の前には滑走路、見上げるバス航機、このツアーでしか体感できない特別な景色を思う存分お楽しみくださいね。出発にあたりまして、皆様にお願いがございます。1つ目、生活パスは乗車の間必ず首から下げてください。2つ目、シートベルトは終点まで必ずお締めください。3つ目、安全のため、故意に車外に手を伸ばしたり、顔を出したりする行為は絶対におやめください。4つ目、カメラやスマートフォンなどの撮影機器、スポーツ特有の方はそれぞれ専用ストラップをつけたまま使用してください。また、フラッシュ撮影や執務空間の撮影など、業務の支障となる行為はおやめください。また、5つ目、万が一、車外に何か落ちてしまった場合、そこで運行中止となってしまいますので、飛ばされやすいものは必ずカバンの中に入れておいてください。6つ目、乗車中のご飲食について、食べ物は NG となっておりますが、お飲み物は OK です。ただし、完全飲食禁止となるエリアがございますので、その際はまたご案内とします。これら6つの注意事項を守っていただけない場合、また、係員の指示に従っていただけない場合は、運行が中止となる場合がございます。それでは、2階建てのオープントップバスならではの、普段とは違う高い目線からの福岡空港を、安全にお楽しみください。また、左手には緑地が広がってきました。さて、ここでちょっとクイズを出します。その左手後ろ飛行機が近づいてきましたが、取れますかね。運転さんがゆっくり行ってくださってますが、ちょっと後ろの方はシャッターチャンスです。最初からどういう大きい機体をご覧いただけましたね。
あと後ほど10分ぐらい撮影スポット止まりますので、その際にたくさんお写真撮られてください。ちょっとお話し前後しますが、この左の緑地についてのクイズです。滑走路現在3台のピラミッドが緑地の草刈りに流れています。見つけられたらラッキーですので、ぜひ利用してください。左手の大きい空気が止まっております。それから国際線エリア側へと向かっていきます。国際線エリアに到着となりましたが、左手前方に見えておりますのが、1999年5月に運用を開始した国際線ターミナルです。それまでは現在の国内線側にあった第3ターミナルが国内線ターミナルとして使われていたんですよ。これより普段は認められた空港関係者しか立ち入ることができないエリアに入ってまいります。このゲートを通過する前にセキュリティチェックがありますので、検査員の指示に従うようにお願いします。また見学パスの確認もいたしますので、検査員が確認をしやすいようにご着用をお願いします。なお、バスが発車するまでの間は撮影ができる機器の操作は今からお控えいただきますようにお願いします。右手前方、ANA の機材が中継してますね。こちらの飛行機はボーイング772で、現在メンテナンス待ちで長らく中継しております。で、これからいくつかボーディングブリッジを通過していきますが、頭上やカメラの高さもお気をつけくださいね。今の私たちの目線が 3.2 メートルなので、その差が1メートルもありません。さあ、右手をご覧いただきますと、飛行機が大きく見えてまいりました。やっと飛行機の顔が見えましたね。これがボーイング772という機材です。またピーチの飛行機も飛び立っていきますよ。で、いくつかこのボーディングビーチの真下を通過する中で、一個先にものすごい低いボーディングブリッジがあります。同じ 3.8 メートルなんですが、今から通過するところがすっごい近くなりますので、カメラダーンと当たらないように気をつけてくださいね。さあ、結構ズレズレのボーディングブリッジですね。あまり他のと高さが変わらないんですが、ここが結構間近にご覧いただけております。あ、また先ほど着陸した飛行機ですかね、右前方に緑の飛行機来るときに見ましたよね。これが今こちらに帰ってきております。現在は新型コロナウイルスの影響で、国際線で運航中の定期旅客便はソウル、台北、マニラ、シンガポールの4都市のみとなっており、中期中の飛行機もまばらで寂しいですね。ものすごい大きい飛行機ですね。これから右手に滑走路、また動いている飛行機などをご覧いただきながら、飛行機や空港に関するトリビアをお話ししていきたいと思います。先ほどから右手にずっと滑走路と音もしております。福岡空港の滑走路の長さは2800メートル、幅60メートルで、飛行機の大型機を約40機並べられる長さとなっております。2025年には長さ2500メートル、幅60メートルの2本目の滑走路が供用開始予定となっており、現在は滑走路工事が始まっております。先ほどから飛行機をいくつか見ておりましたが、結構綺麗な飛行機もありますし、またちょっと何年か使っていそうな飛行機が様々かと思います。飛行機の寿命って一体何年ぐらいだと思いますか？飛行機の寿命は20年から25年なんです。飛行機は定期的に整備をすれば長く使い続けることができますが、古くなればなるほど整備にお金がかかるようになってしまいます。そのため20年から25年くらいで買い替えることが多いそうですよ。さあ、バスはこれから見どころスポットに向かっていきます。引き続き飛行機をご覧いただきながら、道引きをご案内していきます。空港では荷物を運んだり、飛行機を動かしたり、整備したり、給油したりと様々な車が走っていますよね。その車のことを航空機地上支援車両と言いますが、空港関係者の間では GSE と呼ばれているんです。
飛行機はパイロットやキャビンアテンダントはもちろん、空港で働く人や GSE 車両がいないと飛ぶことができないんですよ。また空港には聞き慣れない名称の施設や設備があり、中には日本語でよく知っているものもございます。その中の一つに乗客の乗り降りや貨物の積み下ろしなどを行うエプロンと呼ばれる航空機を止めておく場所があります。上空から見た形がエプロンイコール前角に似ていることから名前がついたと言われているんです。飛行機が着陸してきてますよ。正面です。あれはピーチでしょうか。ピーチですね。入れてないよっていう方はフライドレーダーって調べていただくとすぐ撮れると思いますし、あと無料なのでぜひこの機会に撮ってみてください。ここが一つ目の見どころスポットです。停車中は立ち上がったりシートベルトを外されないようにお気をつけください。また撮影の際には手を窓の外側に出してしまわないようにご注意ください。福岡空港の滑走路は風向きに応じて北から南、南から北へと使用される方角が異なるんです。皆様今日はラッキーなので、私たちがいる側左側が北になるんですが、北側が着陸、その右の ANA が多分飛び立つんじゃないかなと思いますが、ちょっと止まってますね。飛行機は時速250キロから300キロの速さで離陸をするのですが、これはちょうど新幹線と同じくらいの速さに該当するんです。また空の上を飛ぶときは離陸のときよりもうんと速い時速800キロから900キロで飛んでいるんですよ。皆さん走り出しましたよ。準備をしてきたのがプロペラ機ですね。先ほどからジェット機をご覧いただいてましたが、このプロペラ機はちょっとちっちゃいですね。もちろんそろそろ左手近づいてきましたので、私はエンジンを聞くためにちょっと止まりますね。先ほど見たボーイングと大きさが全然違うのがお分かりいただけますね。これから国内線いろいろ入ってまいります。またこれから航空機とターミナルを使うボーディングデッキの真下を再び通行します。手を伸ばさないようにお気をつけください。また航空機の運航、空港業務が必要となりますので、フラッシュ撮影やターミナルビルの様々などもすぐ通行
ここで働かれている方々が手を振ってくれると思いますので、皆様の人であったら手を振ってくださいね。さあ、ボーディングブリッジの人を通りますので、カメラの高さ、頭お気をつけください。こちらもスレスレですね。日本で初めて達成したボーディングブリッジ、通称 PBB の備え付けられたのが、福岡空港第一ターミナルでした。サーフィンの上までの特別な感じ、一ところ歩くとワクワクしますよね。これから右手にたくさんの飛行機のお顔が見えてきます。その飛行機の前にある白い車というか、車両、見えますか？そちらのところに、飛行機の前に止まっているんですが、これは飛行機が自分で後ろに動くことができないので、プッシュバックされている糖質カーっていう車なんです。右手前方にはスタンフライヤーの黒いかっこいい飛行機が止まってますよ。そう、この黒い飛行機の前に、手前の方に白い車、これです。この右のこの車がボーイングカーって見えます。滑走路に向かう離陸の準備の時にはボーイングカーで滑走路の手前まで押していきます。あのボーイングカーは重い飛行機を動かすことができるとても力のある自衛隊車両なんですね。また建物も左手上ご覧いただきますと、この黒いなんかボックスみたいなのが左手上これありますよね。上の方に黄色で数字が書かれておりますが、この下にも OK というのがありますが、これマーシャラの代わりをしてるんで、おこれこれボーイングです。右のさっき降りてきたボーイング787、あとギザギザなってるの分かりますか？そのエンジンの手前の丸くいとこに、これがボーイング787の特徴です。左手の路線バスと止まっておりますが、これランプバスなんです、まあ、ランプバス皆様も乗ったことあるかと思います。パーシャルから少し離れた場所に通勤している飛行機まではランプバスに乗って飛行します。延期用バスです。東京空港では今年から季節に合わせて車内を飾ったランプバスが登場し、ありますね。大きいボーイング787です。これはチャルですね。この飛行機の手前がボーイングカーです。今日は大きい飛行機がたくさん見られました。これからお披露目の方に行きますが、右白い車たくさん止まっておりましたが、これフードローダーっていう車両です。今は飛行機の貨物室と呼ばれるところにハイリストローダーという機材を使って日本中や世界一致する貨物などが入ったコンテナなどを取り下ろししています。乗車するリフトの表面には小さなタイヤがたくさんついているので、重たいコンテナも楽々と運ぶことができるんです。ランプバスがたくさん止まってますね。先ほどたくさん飛行機が止まっていたエリアからまたガラッと雰囲気がこの辺りから変わってきます。あ、今日は少ないな。右手前方に1台飛行機が、ちっちゃいのが止まっておりますが、あちらプロペラ機です。旅客用の飛行機には大きく分けてジェット機、プロペラ機があります。さあ、バスは2つ目の見どころスポット、消防庁舎に到着となります。皆様の目の前にある空港の化学消防車は飛行場内のみで使用される特別な車両なんです。通常の消防車に比べて水の積載量が多く、化学薬品が含まれているので消火能力が高くなっております。いつもシャッターが入ってるんですが、今日はたくさん出てくれてますね。あー、かっこいいですよね。消防士さんは降りてきてないです。そう、全然違うと思います。
運転席の上部のターレットと呼ばれる放水銃から強力な放水ができるので、有事の時以外にも航空機の新規就航や特別機の到着時に放水アーチでお出迎えしたりするんです。大きな車体ですが、実は通常の消防車よりも速く走ることができるんですよ。はい、タイミングではいいですか。そうですね、大きい飛行機です。終点の高速バス乗り場に向かってまいります。最後シートベルトのご確認をお願いします。先ほど来た道をちょっとだけ戻りますので、プロペラ機能が止まっているか確認をしていきたいと思います。またジェットエンジンの撮影後も止まっていたので、撮影できなかった方はぜひ撮影してください。この滑走路横などをオープントップバスでご覧いただいていたのですが、国内線ターミナル4階にも展望デッキでまたこの滑走路を一望することができる展望台があるので、ぜひこのツアーの後に行ってみてほしいなと思います。正面に着陸してくる飛行機も遠目に見えてますね。今から離陸してくる飛行機がボーイング737の JAL ですね。可愛らしいエアラがついておりますので、また後ほど止まっているので、大抵方がいらっしゃれば近くでお写真を空港の中から撮ってください。
方のご利用お待ちしております。ありがとうございました。お役場の方にも内容に浴びポケットなどもお気をつけください。